西国丸ガラスは、スズメメカラス科の鳥の一種。極東に分布する国丸ガラスは、西国丸ガラスと、極めて禁煙の種であり、両種は共に、コロエスア族を形成する。全長約33センチメートル、翼海蝶64から73センチメートル。カラス族では、最小の種の一つである。体重180から260グラム。 羽毛は黒あるいは灰色がかった黒色で、頬と後首及び頸部は明るい灰色から銀灰色である。交際は灰色がかった白色か銀白色。くちばしは黒くて短く、足も黒い。北アフリカからヨーロッパのほぼ全域、イラン、北西インド及びシベリアと広範囲に分布している。ステップやソリン、工作地、牧草地、海色がけ。 都市部と生息地域も幅広い。日本では1985年5月と1996年7月から1997年3月の2例が北海道で記録されただけの名調である。CM もナデューラ4亜アシュに分類され、ヨーロッパには3アシュが生息するが、地理的に連続し、明確な変異は認められない。サイジコンビの壁穴の卵と地面に、 落ちているものを拾って食べることが大半を占めるが、樹木から食料を得ることもある。昆虫などの節足動物、層の種や穀類、人間の残飯、海辺に打ち上げられた魚などを食べ、餌代の餌も他のカラスと比べると好んで食する、傾向がある。西国丸ガラスは様々な場所に巣をかける。樹木のうろや断崖を選ぶこともあれば、廃屋や場合によっては民家、時には、 新葉樹林に巣をかけることさえある。集団で演奏し、4から5月に散乱する。一度に産む、卵の数は、大抵4から5個。卵の大きさは、約3.6センチメートル2.6センチメートルで、艶のある、丹精色の滑らかな地に黒褐色のブッチがある。メスが放卵し、17から18日で孵化する。死有により苦痛され、28から32日で、 羽毛が生え揃う。チャックチャックチャヤックチャヤック、またはカックカックコックコックと鳴く。英名のジャックは、このジャックとも聞こえる鋭い鳴き声に由来する。社交的な鳥居で、つがいか大きな群れで行動する。群れにおいても、つがいは一緒に行動する。コンラート・ローレンツは、西国丸ガラスの群れに見られる、複雑な社会性を研究し、その社会的行動の観察結果を、 ソロモンの指輪に表した。西国丸ガラスの研究のため、ローレンツは、アルテンベルクの自身の住居の周辺にいた、西国丸ガラスたちの足に識別用の色付きリングを付け、例年の渡たりの季節である冬には檻に入れ、オーストリアから去ってしまうのを防いだ。ソロモンの指輪によれば、西国丸ガラスの社会は、階層構造をとっており、行為の個体が、貝の個体を支配している。 また、つがいの結びつきの強さについても述べられており、特に、つがいの双方が、階層の同一位に位置し、定位のメスが、好位のオスとつがいになった際に、そのメスの立場が引き上げられることを指摘している。また、食料などを分け合う習性があることも観察されている。積極的に食料を譲る姿は、霊長類には珍しいものだが、鳥類においては、つがいの愛情表現や、 求愛行為において、主として見られる。西国丸ガラスは、チンパンジーにおいて記録されているよりも、かなり積極的に食料を仲間に譲る習性がある。この習性が何を目的とするのかは、お互いに助け合うためであるとも、対立を回避するためであるとも仮説が立てられているが、完全には解明されていない。ガリツヤの地性、ありがとうございます。